皆さんこんにちは、リコです。各自治体の支援策が決定しています。東京都清瀬市、市独自の施策として75歳以上の方のみの世帯、乳幼児及び義務教育・就学時を養育する世帯に給付金を支給しますということで、ホームページに掲載されていました。基準日は令和5年12月1日となっており、支給対象については基準日において住民登録があり、下記のいずれかに該当する世帯としています。1つ目、同一の世帯に属する者全員が昭和23年12月1日以前生まれの者、75歳以上の方。2つ目、市の住民基本台帳に記録されている平成20年4月2日から令和5年12月1日生まれの対象児童を養育する世帯、こちらのいずれかに該当する方が支給対象となっています。支給対象者1つ目に該当する世帯は1世帯につき5000円となっています。支給対象の2つ目に該当する世帯は対象児童1人につき5000円となっています。このように受給までの流れについてもホームページに掲載されておりますので、詳しくは市のホームページをチェックしましょう。大分県杵築市、杵築市子育て応援給付金の申請が行われています。子育て世帯を応援するため給付金市独自制度を支給しています。給付金額は対象児童1人につき2万円となっており、対象児童は平成17年4月2日から令和6年3月31日までの間に出生した方です。なお、児童は市外に居住していても構いませんということです。申請方法につきましては市公式ウェブサイトまたは二次元コードから申請していただけます。詳しい支給要件については市公式ホームページを確認しましょう。埼玉県新座市、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた個人や事業者を支援するため、市独自の物価高騰対策を実施しますということで、このようにホームページに掲載されていました。事業概要としては1つ目、キャッシュレス決済ポイント還元事業。2つ目、公立小中学校給食費の支援。3つ目、防犯機能付き電話機と購入費補助金。4つ目、農業者肥料購入支援金。5つ目、家庭ごみ集団資源回収事業者への燃料費支援。6つ目、配食サービス事業者への支援となっています。ホームページ下部には PDF も掲載されていましたので、対象と思われる方は確認をしましょう。京都府舞鶴市。舞鶴市は令和6年度の2学期から中学校の給食費を無償化にします。保護者の負担軽減を通じ、子育て環境の充実を図る狙いです。市長は、小学校給食の無償化の早期実現も目指しており、次世代への積極的な投資としてしっかりと前に進めていくとしています。市によりますと、学校給食の無償化は府内の市では初めての取り組みとなるということです。市立中学校全7校で給食費を徴収せず、アレルギーで給食が食べられない生徒や、府立特別支援学校、私立中などに通う生徒に対しては、給食費相当額を現金で給付します。教職員約200人は無償化の対象外です。市長は2億円の小学校分については段階を経て予算の確保に取り組んでいく。私の1期目の期間に実現したいと述べていました。動向に注視していきましょう。ここまで各自治体の情報をお伝えしてまいりました。こちらのチャンネルでは日々様々な支援策や給付金、役所などが教えてくれない助かる情報などをお伝えしております。わかりやすく聞き取りやすくをモットーに配信しておりますので、皆様のお役に立てたら幸いです。それではリコの部屋をお届けしたいと思います。本日の質問はこちら。動画のイラストはリコさんが描いているのですか？リコさんはもしかして美大卒ですか？ご質問ありがとうございました。動画のイラストというのはこのピンク色の洋服を着ているリコのイラストですよね。これは私が描いたものではないですよ。動画のスライドの中のイラストもすべてネット上でやっているので、私が描いているものではないですね。ということで美大卒ではありません。
でも小さい頃から絵を描くことはとっても大好きで、特に模写が得意でしたね。選ばれたこともあったので、その時はとっても嬉しかったです。皆さんはイラストなど描くことは好きですか？よかったらコメント欄で教えてください。ではその他質問も随時募集しておりますので、お気軽にコメントまでお待ちしておりますね。その他お金に困らなくなる3つの知識としてブログも書いています。概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。では皆さん、いつも高評価とコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連さまざまな分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。